どうもこんにちは、福太郎です。ドラゴンクエスト6第21回やっていきたいと思います。まずはね、誰だったか、誰かね、そう、ミレイユがパラディンに極めたのでねちょっと職業変更のためにダーマ神殿行きたいと。もうね、狭間の町から元の世界に戻るのがめんどくさいんだよね、ほんと。転職戦でもいいかなと思わんでもないけど、まあ、ちょっとでもね、職業レベル上げて何かしらの呪文やスキル持っといた方がいいと思うんで。で、今ね、みんなあれなんだよね、あとちょっとみたいな人が多くてね。あとそう、チャモロもそうだし、あとチャモロぐらいか。まあ、チャモロはね、別に主力じゃないので、まあ後回しでもいいんだけどね。ミレイユ今主力として使ってるんでね。ミレイユさんはちょっと職業ちゃんと変えておきたいね。ネリュさん次何にしようね。やっぱ普通に考えたら踊り子とかそっち系かな。賢者にしてもいいような気もするけど、まあいいか、スーパースターなってほしいね。では行きましょう。ステータス的に大丈夫なのかなそこが心配なんで、ね、今バーバラさんも戦力として抜けてしまったので、結構ミレイユバーバラがいないことによって補助魔法面がね、回復呪文とか、まあ、テリーも使えるんだけどさ、とはいえ MP の話とかもあるから、その辺が心配だね。さあ、欲望の街へ行きましょう。うわお、グランドクロス、すげえすげえ、かっこいい、グランドクロス。この欲望の街、宿屋高いんだよね。ぼったくりだもんね、あんな800ゴールドだよ。あ、なおやん、お疲れ様です。お疲れ様です。帰りの電車とかかな。待ってよ、そもそもなおやんって今日休みだっけ。そういえばあ、家の中、あ、了解です。そうだった、今日休みだったもんね。さっきも配信来てくれてたし。そう、狭間の世界まで来ましたよ、ついに。で、今から欲望の街の洞窟へ行きたいと思います。
あれはね YouTube だね。あのテレビの方でひなが家族ファミリー系チャンネル見てるから、そう、それで多分騒がしいと思う。ひなもまりちゃんも喋ってないから起きてるけどね。というわけで求めよ、さらば耐えられん。いやー楽しみですわ。唐揚げ楽しみ。ちゃんとね奮発しておビールも買ってきましたから楽しみですわ。マリちゃんズ唐揚げ本当に美味しいんでね、久しぶりだな。グランドクルス、これいいね。グランドクルス超かっこいい。超かっこいいんだけど、そう、ミレイユさんがパラディン極めたのでグランドクルス使えるようになりました。そうそう、俺の親父はバカなやつだよ。金庫なんかに目をがくらんで崩れた岩の下敷きに。なるほどね。わあ、メガサルロックいるのか。パラディン強いね。真空波とかさ、グランドクルスとかさ、結構強力な攻撃も使えるし、すごいいい気がする。お、宝箱。何、ブチュンパブチュチュンパ、すげえな、恐ろしいモンスターだ。お、ドランゴはグリーンドラゴンになった。氷の息を覚えた。ハッサンは力の種を手に入れた。お、使いましょう力の種。さあ、ここにどんなお宝があるのか知らないんだけど楽しみですね。なんか賢者が残したという何か、ミレイユが装備できるなんかなのかな。ミレイユはバーバラが、ということで楽しみにしております。またブチュジュンパだ。グランドクルス、すげえ一掃できる。 MP なくなってきたけど、ボスが出ないと踏んでガンガン行こうぜしてるけど、これボス出たらおしまいだな。まあないでしょ、私の予想。こういうダンジョンにボスはいない。ヒーナーさん、椅子蹴らないで。椅子じゃないや、机蹴らないで。地獄の炎。ていうかミレイユさん別に真空波でもいいんだけどね。そんな頑張らんでも。お、降りちゃうか。魔法トゥーン、そう、みんな強くなったな。あ、クリアしたんだと思うよ。ちょっと見てはいないんだけど、ネタバレになっちゃうから全然見てなかったけど、だって
デスタムーアに挑むみたいなタイトルで配信してたことあったから。そうそうそう。でクロノトリガーもなんか一回配信してたよ確か。見に行けなかったんだけど、僕クロノトリガーすっごい好きだから。うん、でもそっから配信見てない。いつも PUBG とかだっかな、やってるの。そうクロノトリガーはね、本当にもうあれは全てが神もう全てが神のゲームですよあれ。もういつかまたやりたいなとも思うけど。そうそうそう、カエル強いね確かに。結構終盤まで使った覚えがある。今思うとね、カエル最後のパーティーとか全然入れて大丈夫だったはずなのに、当時の私は主人クロノとエイラと魔王という異色の3人組で最後読んでたなそれまでがね、クロノ、エイラ、カエルだったんだよね。そのカエルが魔王と入れ替わっちゃったんだよね、仲間になった時に。そう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 、多分誰連れてってもあれ強いけどね、それぞれみんな強くて個性的だから楽しいよね。あらクロノトリガー配信するのか、ナオヤン。ナオヤンはちなみに、まあ何回かもやってていろいろパーティー変わってるかもしれんけど、ベスト3人組って誰なんすか。これはひどい。随分多くの人が金金や宝探しのため命を落としたようですね。我が大賢者様も牢獄の町に封印された今、我々にできることはないのでしょうか。牢獄の町っていうのもあるんだ。に封印されたってどういうことなの。監禁されたとかじゃなくて封印されてんの。え、待って、ミレイユさん、ザラキこのブチチュンパ引くんだったらグランドクルス戦でもよかったやマジでそんなことあるの。あ、そうなのそれはびっくり一緒だったんだえ、魔王強いよね本当。強いし、あの過去を知ってしまうと魔王を入れたくなるすごい、最初はあんなに嫌いだったのに魔王まさかあんなに悲しい過去を背負ったやつだったと。あれ、この宝箱ひょっとしていい感じのやつ。空っぽだった。しかし紙切れのようなものが置いてある。大賢者の宝の情報あり、詳しく知りたいものはわしのところまで。モルガン、え、モルガン、マジで、あの人宝のこと知ってたんかい。まあね、あの邪気って入れてあげたいよねまあその仲間、初めて仲間に出るときって名前知らない。あれ、そんなことないか、知ってるか。でも魔王って名前僕は好きだったかな。あの漢字で魔王って入れられるじゃん。あれ一回さ消しちゃうとさ、あの漢字で入れ直せないからさ、消せなかったでも再度遊んでる時とか確か邪気って名前に変えてた気がする。カエルもグレンにしてたし確かね。でもクロノトリガーは本当ね、仲間になるキャラ一人一人がすごいドラマを背負ってて好き。ああロボもいいんだよね、あの子。ロボはさ、あのもうさ、あいつさ、ひたすらこっちを泣かせるためにさ、なんかいろんなことしてくれるからさ、ロボがなんかあるたびに泣くっていう。でロボ強いんだよね。強いけど、あの魔法が使えるようになる頃にね、あの
ちょっと離れ気味になるかもしれない。まあレーザービーム使えるからメインの魔法は使えるんだけど、魔王関係の戦いとかね、やっぱ魔法覚えた魔法使いたいっていうのもあるし、ロボ外れやすい気がする、個人的に。強いのに。あれ、ここはこうで、ここはこうか。あ、全然いけるし、あれなんだよ、なんだかグランドリオンと勇者パッチが最強すぎるっていう。あれすごいよね、もう技使わなくても攻撃でいいんだもん。むしろ攻撃の方がいい、いい説あるしさ全体攻撃とかしない限り、まあ全体攻撃でウォータガもあるし、回復もできるし、変えるってすごいよね、あの子は。まあやっぱ主人公だけあるかね、あれはね。黒のは普通に強いからな。なんて技だったかな、サミダレ斬りじゃない、連続斬り、なんだっけ、なんか最後から2番目の技あれが単体くっそ強い、サミダレ斬りだっけ、ちょっと名前がぼやーっとしてんだけど。あれと三段キックがもう最強すぎる、単体攻撃。あ、一人一人の番外編。あ、なるほど。あ、その発想なかったけど、絶対面白いと思う。いいね、それ。それはいい。あーね、裏設定、知らない裏設定もいっぱいあるんだろうなと思うけど。僕もやりたくなってきた。でもな、このドラクエ6の次は FF5 って僕決めちゃってるから、心の中で。次クロノトリガーやるわけでは、にはすっごい FF5 を今やりたくて、ドラゴンクエストの後に。なんかクロノトリガーまだやるとしても先かな。いや、ほんとやりたいゲームだらけだわ。プレステ4もね、今カゲロウやってるし、もう一個あのレジェン、あれ、ウォッチドックスレギオンっていうゲームも10月末に発売されて、それ買ってやってるので、なかなかね、やりたいゲームいっぱいあるけどやりきれんな。FF5 はね、バッツだね。そうそうそう、あれもね、職業システムがあるから、本当やり方、プレイヤー次第で無限大なのが面白いかなと思うので。僕もね、クリアこそしてないけど何回かやってるから。 FF5 そう、クリアはねしてないんだよね悲しいことに。なんでしなかったんだろうな、なんか止まっちゃったんだよな。詰まったわけじゃないんだけど、なぜあの時最後までやらなかったのか。まあスーファミ版の方は、まあそもそも僕持ってなかったので、ばあちゃん家に行った時にいとこが持ってて、それでちょっとやってたりしたからあれなんだけど、だから自分が本格的に、あ、そうそうそう、エクスデスからのネオエクスデスだったっけ。僕も最後やってないからあれなんだけどでも見たりね、そのいとこのセーブデータでラスボだけやったりしたからそうそう、自力ではね、プレステ版でファイナルファンタジークリスタルっていうのが出たんだけど、あのリメイク
FF の456が入ってる3枚立てのすげえやつ、あれをね買ってやって、 FF4 クリアして、 FF5、 そうそう、 FF5 途中まで行ったんだけど、それ多分ね FF やりすぎて疲れたのかもしれない、止まった止まったんだよね、残念ながらそこで終わってしまった。今でも実家にあるけどな、プレステができないからな。まあ実家にあるプレステ3で遊べるけどね。だから僕 FF456 をね、その4しかクリアしてないんだよね。5はそういうああ FF8 僕やってるよ、クリアしできない。でもあれも結局途中までしかできなくて、どこで止まったんだろうな、そこまでは進んでなかったと思う。なんか2回か3回かラグナ編をやった覚えはあるかなってとこぐらいまでしかやってなくて、多分ストーリーの核心に全く触れてないと思う、まだ。だからストーリーの全容を FF8 って何も知らないのよね。あ、でもディスク2は行ったはず。へえ。でも面白かったと思うからやりたいなとは思うけどね、今。FF8 か。出なかね、リメイク。リノアもね、綺麗だよね、リノアって。びっくりするぐらい、べっぴんさんよね。どの家だっけ、これ。あの、そう、CM、FF8 の CM、すっごい綺麗だったよね。あの、花火が上がって、スコールとリノアがこう、踊ってるやつ。うわすげーって思ったもん、当時グラフィックねセブンもすごかったけど、あ、そうセブンでも革命的だったのに、まあごめんね、セブンもクリアしてないんだけどそう FF、 そうだ FF ってねクリアしてないね、ほぼそういえば。多分クリアしたの4と 4.2 か。アプリは買ってやる。アプリであったっけ、マジで？アプリであるの？アプリであるのか、それ悩むな。あ、セブンはある。あ、セブンか。あの、プレセ4で出たやつは持ってないけど、どうしようかな。結局 FF7 のそのリメイク出たら買おうかなと思ってたけど、あれ途中で終わるらしいじゃん。あ、マジっすか、ありがとうございますモルガンだが何か用かね、ほほう、あ、お願いします。じゃあ、ほほう、洞窟で私の手紙を見つけたのかね、よろしい、賢者の宝の情報を教えよう。優しいや、ただし無料で教えるわけにはいかん、5000ゴールド言ったりだろ。マジで5000ゴールド払う、何するにも金だな、この町は醜い。まあしょうがねえ、では教えてやろう。町の北西の森の真ん中あたりに隠された湖がある。ほう。その湖の底に賢者がこの町に残していった宝が沈んでいるそうだ。この町の北西にある森をくまなく歩いてみるがいい。へえ、なるほどな。せっかく金貯めたのに、5000も払わされた。まあいいや。行ってきましょう。湖とやら。森って言ってたな。おう。連続攻撃してきた。
る感がないんだけど。ねえ、すごい。なんか洞窟これか。あ、入れた。めっちゃ人いるんだけど。なんだ、あなたも賢者の宝の話を聞いてきたんですか。え、モルガンさんは一体何人にここの情報を売ったんだろう。マジで、あいつクソ儲けてやがる。え、10とか13あんの。嘘だろ嘘だって、あ、でもまあまあワンチャンってのはプレ2か、プレ2だもんな。でも13ってプレステ4だよ確か。3だっけ。そんなんアプリでできんのまあ13やらんけどさ、13個人的にあんまり好きくなくてクリアはしたけど、好きくないのにクリアしてっていう矛盾だけど、いや好きじゃないわけじゃないけど、面白かったけどストーリー暗すぎてすごくすっきりしなかったっていうのは思って、戦闘システムとかとってもよかったな。クソ、湖の底ってどうやって探ってんだ。ちょいとお前さん、男だろ。男ならザバッと湖に飛び込んで宝を探しておくれよ。え、どいつもこいつもとろそうな奴らだぜ。これは宝はいただいたも同然だな。マジで何なんだこれ。大賢者の宝か、一体どんなものなんだろうか。け、まあ、人が増えたか。宝は絶対に俺のものだ。みんなすげえ血まなこだね。わしじゃ、わしが宝を見つけるんじゃ。誰にも渡さんじゃ。でも FF ほとんどはシリーズあるんだね。そういえばもう1から13まで、まあ穴開いてるとこもあるけどほとんど揃ってんだね。すげえな。この湖の底に賢者マサール様の宝が、それが分かっていながら取れないなんて。もし湖の水が引くのなら悪魔にだって魂を売っちゃいますよね。そういう罠なのかこれ。へえ。ああ、確かに宝箱がある。ああ、あれか。あれなのか。ええー、これ、あれ、乾きの壺って持ってたっけ？乾きの壺？どこで使うの？ここで使えるの？乾きの壺。乾きの壺ってまだあんの？え、本当に乾きの壺なんて持ってたっけ？あれ？乾きの壺って持ってた？あれ？シリーズ違う？あれ？ちょっと記憶がガッチャガッチャしてる。あれ？乾きの壺なるものはないな。乾きの壺ドラクエ3か、あれ。間違えた。あ、多分3だ。思い出した。そうだ、あの、私が最近よく見て、あのヨクさんがドラクエ3配信を動画やってるの見てて、ちょっと情報がごちゃごちゃしてるかもしれない今同時期にね、ヨクさんは3、僕は6で始めちゃったもんだから。そうだ、私は乾きの壺を使っていないわえ、じゃあこれどうやって取るんだろう。でもこれ取らんともう進めないよね。悪魔に魂売れってこと。売っちゃってみる？そうでしょ、そうでしょ。え？あ。え、水が引いてくんだけど。マジで？嘘？湖の水が。なんだこれは。よっしゃ、俺が一番乗りだぜ。はいはいはい、はいよ。人同士戦ってね、これ大丈夫？え？あ、ちくしょう。こんな時に靴紐がほどけちゃうなんて、かわいそうに。おいおい、おいおい、そこなの。宝は僕のものだ。じいさんはすっこんでろ。えい。うげ。
死んでる。待って待って待って、気絶とかじゃないの。おいだけは進めねえじゃないか。やばやばい、これ大丈夫？何をするんです？スマイが生活がかかっているんだ。おりゃうぎゃー、すごいことになってんだけど、なんだこりゃ。うるせえんだよ、殺されたいのか。宝はわしのもんじゃ。いや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 、宝は私がもらうんだよ。誰があんたなんかに。あ、なんか来る。そこをどけよ、宝は僕が。クソ、全財産をはたいてこの情報をもらったんだ。ここは死んでも。いてて、話しやがれこのクソ親父。ケケケ、もっと争え、争って殺し合うのだ。ケケケ、どうした？お前も急がねば他の者に宝を取られてしまうぞ。あれ？屍になってるし。え、あ、で、みんな死んじゃってこいつが最後の一人なのか。うわ、なんてこと。よし、開けるぜ。くそ、まだヤバモノがいたのか。宝は俺のもんだぜ。いや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 。デビットやらざるを得ないのか。さすが狭間の世界にいるだけあってデビット強そうだな。すごいタップンタップンしてる。グランドクルス、え、強くね？デビット強くね？運がいいのか、足払いしかしてないけど。あー、ちょっとたわわですな、それは。ちょっと胸派の私にはどうなんだ。どうなんだ。男のいいカップ興味ないけど。デビットをやっつけた。え、殺しちゃってるよ主人公。いいの？屍になってんだけど。クククそれでいい。そうやって永遠に殺し合うがよい。パパ、私はここ。え？もしかしてそういうことか。ループものになっちゃったよ。なるほどね。だ、殺しちゃいけねえのか。なるほどな。これ初見殺しやん。え、何？でもドラクエ7のさ、だよね。ミランダさんだっけ、セブンの最初の面の。マチルダさんだ。全然違った。でもあれとはだいぶ違うな。あれは、あれはもう個人的に、いや、攻撃なんて絶対したくないって感じにさせてくれたからさ、私はの場合は攻撃せずに行ったけど、こっち違うもんな。別になんか、やっちゃってもいいような気がしちゃうもんな。あれ、え、これでもう外れるとなの、すでに。あれ、なんかこっち行けるんだけど。待って、こっちに行けるんだけど。これどういうこと？あ、わかった。あ、これで、この地でもう外れるとということはそういうことか。わかんないって、そんな、嘘だろ。いや、それわかるわけないよ。今気づいた。宝に目がくらんだら絶対見えないわ、あの道。やらざるを得ないのか。デビット。E カップビット。やるしかないのか。
まあでも私あれなんですよね、あの別にカップの大きさにこだわってるタイプじゃないんで、もう形が美しければ OK なんで、大きくても小さくてもまあそんなことどうでもいいや。デビットごめんよデビットごめんよ。大きくても小さくても私は OK でございます。もしかしてこの人たちって僕らが来る前から永遠にこうやってループしてんの？立ちたら恐ろしい遊びだなこれ。さあ行こう。お、いけた。もう取ってしまえばいい。ほい。宝箱開けた。空っぽだった。なんだぞ、宝箱は空っぽだと。ほんとかい、あんた。あたしにも見せておくれよ。あれ、本当だわ。何も入ってないじゃないの。そういうこと？なんだ、どうしたんだ。宝箱は空っぽだったって。すると俺たちは空っぽの宝箱のために先を争って殺し合いまで。なるほど。欲に目がくらんで近道をしたら宝が開けられず、回り道をすれば開けられたとは。つまりこの空っぽの宝箱は欲望でおかしくなったわしらの目を覚まさせるためじゃったのか。そうですね。どうや自分を見失っていたみたいです。どこの誰だか知らねえが、ありがとうよ。おかげで目が覚めたぜ。さて町に戻るか。そうだね、あんた。戻ってみんなにこの話をすれば、みんなも目が覚めるかもしれないし。いやはや、さすが大賢者マサールの宝物ですな。私たちに正気を取り戻させてくれました。はあはあはあ、こりゃ参ったな。さあ、町に戻りましょう。なんという結末？あれ、何も出てこないのかな。よくもループ終わらせてくれたなみたいに悪魔が出てくるかと思ったら、全然そんなことないのね。ってことはあのルドマンじゃなくて、あの蝶々めっちゃ怪しいな。懲らしめてやりましょう。お、モフちゃんこんばんは。調べてない。待って、ワンモア調べんといかんの？ちょっと待って、ワンモアちゃん、ワンモアチャンス。マジで？もう一回行こう。お、モフモフこんばんは。モフモフお疲れ様です。モフモフは、そうだ、あのずっとモフちゃんに言い忘れてたことがあったんだ。マジで？どっちから行けばいいんだ。いや別に順番変わったらどういうっていうわけじゃないよね。大丈夫だよね。いやだいぶ前なんだけどさ、モフちゃんさ、そう、このドラクエ6来てくれた時にさ、沈没船どこにあるかなって探してる時にさ、あ、マジで？その時にさ、沈没船の場所さ、あの、
最初人魚見つけたあの町近くじゃないみたいに言ってたじゃん。あれね、当たってたのよ。あれ当たってて、そう、もう世界中ま沈下の海底調べて回ってなくて、もうあとなんだかんだ、そういえば最初のあそこから来たって見てないなぐらいしかなくて、あの村をほんのちょっとね海底から上がったらね、ほんの数マスで見つかった。あ、そうそう、ペスカニめっちゃ覚えてるやん、さすがモフちゃん。欲望の町、炭鉱の真下、炭鉱の真下、ちょっと待って、マジで、ちょっと待って、ちなみにここは別に値段下がったりしてないよね。そうだから、モフちゃん見つけ、次来たらお礼言おうと思ってて忘れてたん、ごめんね。モフちゃんの名数理当たってたんですよ、あの時。ここは欲望の街だよ、けどもうそんな名前はいらないと思うよ。いや、すごいね、初見だったのにね。大賢者マサールの宝物が空っぽだったって聞いた途端、みんな付き物が落ちたように、あんたのおかげだよ、ありがとうよ。そっか、みんなあの町長から情報を買うために金集めてたのか、そういうことか。急に父ちゃんが真面目に働くって言い出したんだ、オイラはもうお金稼がなくていいって。聞いてよ、大賢者の宝はまやかしだったとか、やっぱり真面目に働くのが一番ってことよ。お客さんどうもいらっしゃいませ。うちも長いことアコギな商売やってたけど、もうやめますよ。真面目に働き出した連中をカモにはできませんからね。もうここでぼったくりされたんだけど。空っぽと知ってて宝の噂を広めさせたのは大魔王かもしれないね。ぼったくりバー入れられちゃったんだよ。悲しかったあれ。みんなを欲に走らせてそれを見て楽しんでたとか、全くひどい話だよ。でもさ、大賢者の宝物って本当に初めから空っぽだったのかしら。案外誰かさんが先に取っていったりして、そんなことある？いえね、絶望の街、今は希望の街って名前になったそうですが、そこから噂が届いて元の世界に戻れる方法が見つかったそうですよ。もしかしたら戻れるかもって、それもあって皆も我に帰ったみたいです。なるほど、ね、この狭間の世界にどんどん希望の光を差し込んでいくのが勇者様の仕事なのかな。よく聞く約束、お客さん意地悪だね、あはは。同約束とかないもんね。あなたたちのおかげで私の夫も自分を取り戻してくれたみたいです。でも元気に働きすぎて体を壊さなきゃいいけど。ぐごーぐごー。あ、了解です。あ、ゆうげんさんこんばんは。おや、あんたたちは湖で、あの時ありがとうね。おかげで私も夫も目が覚めたよ。一月前までにあの湖で溺れた息子の墓参りに来たところさ。俺はよ、本当にバカだった。欲に目がくらんで大切な息子まで死なせてしまうと。そうか、息子までは戻らないのか、悲しいね。見るがええ、この墓の数を。あのままみんなが国がくらんだままだったら墓はもっともっと増えていたじゃろうな。なるほど。ていうか、ここ夫婦で殺し合ってたの？悲しいね。夫婦で殺し合ってたとかやばいだろ、あれ。こくりこくり、こんな平和な気分は何年ぶりかの。僕の父は金鉱を掘り当てて大金持ちになったんですよ。でもこれがそのお金を町のみんなために使うと言ってます。どうしたんだろう。やば、浦島太郎状態になってる。 そこに飾ってあるローブは昔この町に住んでいた賢者が身につけていたものだそうです。この町を救ったあなた方ならきっと人々のために役に立ててくださることでしょう。どうぞお持ちください。あ、これか、いただこう、ありがたく。かなりの魔法力が込められていそうなローブが飾ってある。ドラゴンローブを見つけた。わっしょい、わっしょい、いただき。
え、待って、伝説の鎧より強いってどういうこと？ドラゴンローブ伝説の鎧より強いんだけど。いやでもここはミレイユさんだろう。いや強すぎ強すぎ。現世の武器防具がここだと通じないのか。ゼハスの兜もさ、伝説の兜より強かったし。そう、ミレイユ姉さん、ゆゆ、あ、み、そう、ミレイユね、ゆとりん、お疲れ様です。もし大魔王デスタムーアを倒すことができたなら、ゆとりん、ゆとりん。ゆとりん大人気。私たちは元の世界に帰れるのでしょうか。お、夢のかきらげっちゅう。ご主人のモルガン様が突然寝込んでしまわれて、すごい熱を出して、わけのわからないことを言いながらうなされてるだよ。罰が当たったんだべ。え、寝込んでる。で、出たんだよ、魔物が。旦那様の周りをからかうようにぐるぐる飛び回ったかと思うと消えて、それから旦那様は寝込んじまって、あの通りさ。私はもうおしまいだ。あの宝箱を本当に開けてしまうやつがおったとは。デスタムーア様、お許しを。お、ドラクエやってみる？面白いよ。よかったら、まあどのシリーズでもね、面白いと思うんで、興味のあるシリーズから始めていただければと思いますけど。そう、ドラクエマスターいるから。あの宝箱はね、もう開けたから大丈夫だよ。ん？まだあった宝箱。ああ、湖のやつね。うん、今から開けに行ってみるわ。どんな、何が起こるんだろうね。大賢者マサールは何だって空っぽの宝なんか残していったんだろうな。大賢者様は、大魔王の怒りに触れ、牢獄の町地下深くに繋がれているとか。もし会うことができれば何かわかるかもしれませんが、好き好んで牢獄の町に入ろうなんて人はいませんよね。やっぱりそんなにやばいな、あそこね。ナオヤンがっぽい、なんか意味深なこと言ってたもんね。気になるよね。ちょっとセーブしとこうか。なんだろう。そう、ヤンヤンはね、ドラクエマスターです。もうドラクエといえばヤンヤンとハムさん、二大巨頭ですから。 PG のナオヤン、ジンのハムスターといえばもうドラクエマスターですから。ドラクエ二大巨頭ですからね、この二人はね。かっこいいよね。あ、いいんじゃない、モフちゃんも。よかったらドラクエやってみたら。ほう、あ、いえいえ、僕どうだろう。あんまりフォローできないかもしれんけど、まあ分かる範囲であれば協力しますよ。一応ね、やってはいるんで、いろんなシリーズ。ただね、記憶がね、もうほとんどないけどね。問題は記憶がほとんどなくなっていることだけど。ナオヤンのこの言い方だと、多分宝箱調べると戦闘になるな。あれ？宝箱はカットだった。さらに詳しく調べた。何回も調べるんか、これ。
隙間がある。入り口、思ってたんと違った。そんなことある？入り口だと。いやこれ気づかないって、初見無理だって、絶対気づかない。そんなに調べんといかんの？まさかダンジョンが眠っているとは思わなかった。マジかよ。ねえ、まあ毒の沼は別にもうこのレベルまで来れば痛くも痒くもないけど、入れてこよ、入れてこよ、早速アプリ入れるの？ゆとり決断早っ。あ、なるほどね、そういう感じなの。そう、こっから先ってどうやって行くのかなと思ってたのよ。そういうことか。え、わかんない、え、わかんない限り一生あれうろちょろしてる羽目になるとこだった。え、なんだなんだなんだ。すげえ意味深なことを言っている。バーバラ、あ、ミレイユさんにするか、水戸波になって。だってお鍋の蓋だったもんね、今まで。私は逃しちゃったのか分からんけど、鍋の蓋より強い盾をミレイユ手に入れる。あ、やっぱりいるのか。どうだろう、おすすめ、おすすめというか、僕やるなら順番にやりたい派だから、1から順番みたいなところはあるけど、そうだね、1から3で1シリーズ、4から6で1シリーズ、7から9で1シリーズなのか、あれあったと思うよ確か。まあ本当ドラクエの基礎からねえやって慣れていきたいんだったら1からがいいと思うけど、別にそんなの気にせず、お、いいんじゃないですか。あ、時系列で言うと3、1、2になるけど、まあでも、まあ人それぞれかな。僕は時、僕は時系列関係なく出た順にやりたい派なので、多分やるとしたら順番みたいな感じでやっていくけど、まあそこはね人それぞれだからね。多分ね、時系列でやろうとして3やってから1やるとびっくりするから、3やってから1はシステム的に多分びっくりするところがあるから、お、3からやる。でも3もね、とっても面白いよ。おすすめだよ。まあ、どのドラクエも面白いね。あ、まあね。そういう楽しみもあるよね。そうです。ね、そのロトシリーズは3、1、2の順番だけど、時系列的には1、2やった後で3やると、あ、こういうつながって1、2につながるんだっていうのが分かったりとかあったりもするかな。でもまあそこは自由だからね、どういうやり方、遊び方でも全然楽しいと思うし、まあそもそもね、そのまあそのシリーズ全部やるとも限らないじゃん、やっぱ時間もあるし。だから興味のあるものを やっていただければいいと思うよ。お前さん方どこへ行きなさる、大魔王が存在する限りどこへ行こうとこの家は闇、道に迷わぬよういつも己の心に光を満たしておきなさる。あ、優しい、すごいね、回復とセーブ、直哉の言う通りや、めっちゃ覚えてるね直哉。私もあわや牢獄の町に入れられるところを命からから逃げてきました。こんな私ですが、せめてあなた方の助けになりましょう。じゃあセーブさせていただこう。あ、そうなの？
今年一回全クリしてた通りでよう覚えてるなと思ったらそういうことかね。もうナオヤンがドラクエマスターと言われるゆえんですよ。定期的にドラクエやってるんだよ。めっちゃ終わらせてるしめっちゃ終わらせてるし。サクサクとできねえ。いや、どよっぽどやり込んで分かってねえと。信長の野望？まさかの？そうなの？それは予想外だったね。信長の野望は、そう、私の出番ですよ。お任せください。まさか信長の野望に興味があるとは思わなかったな。歴史好きなのね。歴史好きなのか、シミュレーションゲームが好きなのか。あれだけど、あ、そうだったのね。いや、よかったらぜひぜひ。信長の野望も多分どれから始めても面白いとは思うけど、あー、確かにね、みんなでやれたら面白いなとは思う。音ゲーね。あのモフちゃんとかさ、最近だとカシちゃんもさやってるじゃん。すげえなと思う。あんなんできんて。なんだここは。ここが牢獄の町か。おとげみんなやってんの。なに、パブリー上手い人はさ、え、マジで。よし、心していこう。なんだお主らは一体どうやってここへ。ふっ、まあよい。どちらにせよ、よほどこの牢獄に入りたくて来たのであろう。お望みとあらば入れてやってもよいぞ。ただし地獄という名の牢獄へな。なんかかっこいいな。嘆きの巨人、もうガンガンいっちゃいましょう。今の我々に勝てる者などいないのだ。いや、でも中二病ってやっぱ男が憧れるところはあるかな。やっぱ所詮中ボス風情にもうやられる私ではないはず。そうそうそう、それのね、行ってみたいシリーズのセリフだよね。これまでかとかさ。呪文が書き消された。あー、そっか、黒い霧の効果か。せっかく久しぶりにメラゾーマお見舞いしようと思ったのに残念だ。あ、全然いけるねこれ。全然大丈夫よ。あ、そうなんだ。ハムさん、ハムさんの配信なかなかね、時間合わないんだよね。見たいんだけどさ。うわっしょい、ちょっと油断した。ちょっと油断した。油断大敵、火がボーボーですよ本当。今さらバイキルとしてもあれだろうから、稲妻切っていこう。違う、爆裂剣。サミダレ斬り。違うな、早田斬りだな。早草斬り、あれ早草斬りどこ行った。あった。ミレイユさん回復しとこう。あ、そうだ、呪文書き消されるんだった、忘れてた。あ、でも倒した。ちょっと焦ったな。ちょっと危なかったね。この私がかなわぬとは、もしやお主たちが私の弟の待ち望んでいたものかもしれん。さあ通るがよい。へえ、まあ、モンスターではないんだよねきっとね。こいつがその弟なのか。
まさか100年も門番を勤めてきた私の兄を倒すとは、お主ら一体何者なのだ。あれ、これってさ、ソウルソサエティじゃないよねソウルソサエティじゃないよねこれブリーチじゃないよねこの世界、ドラクエだよね。おかしいな。やはり大賢者の予言通り、大魔王様の存在を揺るがす者が現れたというのか。え、ってことは、え、弟く、これは一体。大魔王の部下に身をやつしながら、聖なる心を持つ門番よ、そこにいる者たちこそ長い間そなたの待ち望んでいた大魔王の存在を許す者。ああ、ローソンの ATM あるねあるね、レベルアップのやつさあ門を開きなさい、この者たちは必ずや人々の光となるでしょう。え、なになに、今の声は一体。しかしお主らは大賢者様の言っていたものに違いない。我々兄弟は大魔王に滅ぼされた巨人族の生き残り。へえ、大魔王に従うふりをしながらずっとこの時を待っていたのだ。これ強くなった、いや強くなったんじゃない、実際に大魔王の居城へ近づく方法は大賢者様しかご存じないのだが、この牢獄の町を治めるアクバーによってこの町の近く に封印されてしまっている。アクバーを倒さぬ限り大賢者様の封印は解けないが、アクバーはあまりに手強い相手、いくらそなたらが強いとはいえ、ひとまず捕らえられたふりをして様子を見るといいだろう。へえ、そうだ、この鍵を持って行け。牢獄の鍵を手に入れた。最後の鍵でも開かないの。この弟とも戦ってみたかったんだけど。その鍵があればこの牢獄の、あれ1ないの、1ってないの、ドラクエ1って。マジでドラクエ1ないのあったと思ったの、気のせいか。僕ガラケー時代のアプリでドラクエ1、2、3やったんだよなガラケー時代ね。スマホだとないの。あ、なるほど、だそうです。マスターがそう言っておられますこれはね、ドラクエ6、6番だね。6番です、これは。今やってんの。その鍵があればこの牢獄の町の扉を自由に開けられるだ。悪魔を倒し大賢者様の封印を解くのだ。そうだ、復讐の味わいなんだ。おやおや、心理入りか、珍しいな。お前らのようなものを牢屋に入れる知らせを受け取らんが、まあいい、俺はこいつらをぶち込んでこおこう。お前はちょっと外の様子を見てこい。はすげえな、牢獄の街って。あったおい、新しい囚人だ。こいつらを鹿の牢屋へ入れておけ。あれ、クロノトリガーかな、これ。クロノトリガー似たようなシーンあった気がするんだけど。グゴグゴ、おい、お前たち。は、はい。この新しい囚人を下の牢屋に入れておけ。は、わかりました。さあ、脱出していきましょう。あ、あ、お前は、あれ、一体どうやってローを抜け出したのだ。さあこっちへ来い。あ、バレた、再びローに入れられた。マジで、あ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 、ほほほ、こいつ見回りしてるんだ。さささ、あ、ダメなのか、後ろ向いててもダメなのか、上行かにはいかんのか、これダメだね、これくそー。ということで、トヘロスか、トヘロス、トヘロス、誰だ、トヘロス覚えてんの
トフェロス、トフェロス。あ、さすが。さすがチャモロ。何も起こらない。マジで。行って。まあ、しょうがない。これのまま行くか。めっちゃビリビリしてる。なんか強そうな人守ってるし。なんだこれ。お、小さなメダルゲッチュ。何やってた。お、お前は確か福太郎。え、知ってんの私のこと。私だ、私が分からぬか。レイドックで聖長だったソルディだ。え、ソルディ、お前なんでこんなとこにいるの。ソルディがいなくなった経緯を覚えてないんだけどさ、いつの間にかソルディいなくなってたよな。やはやこんなところでお前たちに会うとは。私はあの日ムドウを倒し城に戻るはずが、気づくとこの世界にいたの。あ、そういう感じ。なんかそのタイミングで消えたよね。確かに。どうやって来たのかは私も覚えてはおらぬ。しかし必ずやどこかに帰る道があるはずと調べていくうち、大賢者様の存在を知ったわけだ。そしてここまでは潜り込むことができたのだが、福太郎よ、扉の封印を解くには、どうやらこの町の主アクバーを倒すしかないようだ。私には無理だが、ムドウをも倒したお前たちなら、あるいは福太郎よ、やってくれるな。ここの主アクバーを倒し大賢者様を救い出してくれ。そうだ、これを持っていくという。4着の兵士の服を受け取った。あ、なるほど。あ、そうなの。いいよいいよ、全然全然弱っ。その服を使えばアバーに近づけるかもしれん。その服を道具で使って着たり脱いだりラジバンダりしながら人々からアクバーの情報を探るのだ。へえ、良いか、くれぐれも気をつけるんだぞ。へえ、え、なんかめんどくさいな。めんどくさいねこれ。あー、そっか、僕もねうろ覚えだったから。もう使わないよな、魔法の絨毯。まとめて使えるんだね、この兵士の服。なるほど。ああ、あのね、娘がね YouTube 見ててね、なんだこれ、ペーパーマリオかな、ペーパーマリオの配信見てんのかな。レルホースさん、こんばんは。うん、よし。あ、とりあえずいいよ。とりあえず自分でまず探ってみるわ。うん、よう、クロさん。あ、うんちか、うまちか。ひょっとしてと思ったけど、たまに違う馬さんが現れたりもするから。馬地なのか分かりづらい。馬地か、こんばんは。私に何かご用ですか。もし生きる道に迷っておいでなら、お話をお聞きしますが。正式名称になった馬です。あ、これが正式名称なの、今。なるほど。了解、了解。今これだを。なるほど。これ脱いだ方がいいのか、これ。え、あなたは、そうですか、兵士のふりをして私の様子を。めんどくさいな、これ。着たり脱いだり。でも見つかったらどんな目に遭わされるか。私は大丈夫です。だから見つからないうちにさあ早く。おい、用が済んだなと、牢の扉に鍵をかけておけよ。兵士長殿から牢屋の鍵を預かってきたんだろう。閉めるの忘れたらただじゃ済まないぞ。マジで。厳しいな、先輩。まったくあの尼さんには参るよな。牢に入れられてもまだ俺たちに説教しようってんだから。ね、唐揚げ楽しみだね。安っ。まあ、ワンだからね。まあ、いいんじゃない。
なんだ、交代ならまだだろう。毎日牢屋の見張りってのもしんどいよな。なるほど。まったく、さっきの人か。あ、そんなに安いの？マジか。助けに来てくれたのか。だったら俺なんかよりシスターアンナを。お買い上げ。ドラクエ1個お買い上げ。僕の兄は一昨日牢に入れられた僕の兄は無事でしょうか。無事なんじゃない？と、そうですか。よろしくお願いします。いちいち脱ぐのかこれ。兄が兵士に逆らったとかで力を入れられてしまったんです。まさかいずれギロチンに。あ、神様。さっきの人ね。お、それは良かった。まあ昔のゲームだからね、ワンはいろいろ今見てるドラクエとはちょっと違うと思うけど、まあドラクエを知るにはいいと思いますよ。全く兵士のやつら偉そうにしやがって。うん、いいよいいよ、のんびりどうぞ。ご覧よ、子供たちの無邪気な顔。ここがどんなところかも知らずにね。あんな風に子供のままでいられたら人はもっと強くなれるのかもしれないよ。僕のお父さんはこの町のリーダーなんだよ。でもそのことは兵士たちには言っちゃダメだって。どうしてかな。あ、レジスタンス的なものなの。ねえ、ここはどこ？どうしてお外に出ちゃいけないの？あ、はい。あ。回避なさん。お、試食用の唐揚げが参りました。食べてみよう。皆さん、暑いから気をつけて。もううまそうなんだけど、これ。竜田揚げみたいになってる。めっちゃうまそう。おいしい。じゃあいただきます。うん、あ、うめ。あ、おいしい。僕の分、おいで、岡崎までおいで。うまいな、これ。マリちゃん美味しいよ。うん、とっても美味しい。あ、すいませんでした、つい。ちょっと携帯離しとくわ。ちくしょう。ゆうちゃん、なおやんもことちゃんの ゆとりんかわいいな。あ、おいしいわこれ。おごめんね、もうさ。あ、ゆとりん一人暮らしだったんだ。そうなんだ。知らんかった。ゆうとりそだよ。一人で唐揚げがなかなか作らないだろうな、確かに。ゆうとりだって実家山口だもん。あ、え、そうなの？実家は山口なんだ。へえ。結構携帯話も聞こえるもんなんだね。ごめんよ皆様。カワウソ祭り、ダサいだね。ダサいだね、それ。いいな、お酒の美味しい県に生まれてるのか、ゆとりんは。え、じゃあゆとりのイメージさ、沖縄って言ってたからさ、結構濃ゆい感じかなと思ったけど、なんか薄い感じがしてきた、いい意味で。うんうん、ごほほ。めっちゃ濃い人かと思ってたん、ゆとり。
え、見ていいの？ユートリーの顔え、じゃあ見せてもらおう、後で。残念ながらここにはブドウ酒も何も置いてない。ゆとりのお顔を拝見してこよう。シスターアンナは不思議な優しい声で皆を励ましてくれていたんだよ。そのことがアクバーには腹立たしかったんだろうね。なるほど。う、僕は最低な男です。シスターアンナが連れて行かれるとき助けることもできなかった。あ、なるほど。スノーって面白いよね、本当。ちょっとスノーにはまりそうだもん、面白くって。ね、悪いけど食べ物も何も置いてませんよ。いくら作ってもみんな兵士たちに取り上げられてしまうんですから。よかったじゃん、ナオヤ。モーちゃん。なんで緊張してんのか、ナオヤ。何でも緊張してんの。どの辺で緊張するのそれ。ここに連れてこられたものはろくに食べ物も与えられず、楽しむことも許されず、ただ苦しみながら。なるほどね。あ、よかったじゃん、モフちゃん。なおゆとか。なおゆとか。ゆとなおではないんだろうな。わーい。よかったじゃん。わあ、ギロチンがあるし、これすげえ。今まで気づかなかった、ギロチンがある。強い武器を作る方法発明して商売もこれからって時だったのに、なぜこんなところに。あ、行ってらっしゃい。おや、あなた方の持っている武器なかなかのものですが、一体あなた方は。のし、気をつけてね。なぜこんな目に遭わなくてはいけないの。あなたたちはそんなに大魔王が親切大切なの。大魔王なんてただの人殺しなのに。命の木の実月中。これ出たら大丈夫かな。あ、大丈夫だった。家か。ここは一応食堂だけどさ、それも名ばかり。兵士たちから配給される材料では六座の料理も作りやしないよ。みんな困ってるね。素早さの種。素早さの種はミレイ…あー、間違えた。テリーに使っちゃった。まあいいや。間違えちゃった。特に何も見つからなかった。アクバーや大魔王にとってはわしら人間はゴミみたいなもんじゃろう。こんな暗い地下に閉じ込められ、ろくな食べ物も与えられず、病人は弱っていくばかりじゃ。かわいそうに。もうすぐ解放してあげますから、この勇者様が。うちの人ったら眠る間もなく力の出る種の研究を続けさせられて。種の研究、へえ。このままじゃ死んでしまうわ。あら、娘さんだと思ったら人妻さんでした。これここから、あ、いけないのか。あんなに魔物退治で活躍した夫が今じゃこの通り。皆に希望を失わないようにって元気づけてくれたシスターアンナも牢に入れられちゃって、まあ絶望的ですね、それ。
クソ大魔王が作った世界の中で俺は死んでいくのか。もう何の希望もない。いっそのこと人を思いに殺してくれ。わあ、めっちゃ弱気になってる。この井戸に飛び込んだら死ねるかしら。やばいやばいやばい、君たちやばいよ。だいぶ 弱りすぎだよ気持ちが。しょばねがあるし、マジか。身を投げた人も数多くいるのか。なんだい、あんたも死のってんのか。いやいやいや、それがいいぞ。え、どんなに辛くても生きてりゃいつかいいこともある。トムヤンのスノーカコ、あれか。ハロウィンの子にわしとナオヤとミサムちゃんでなんか送り合って遊んでたけど、それかな。きっと死んじまったら何にもならねえぞ。でこっからいけるのかな。あ、やばい、これバレたらいかんやつだよね。よいしょ。加工強すぎそうなの。よ、ご苦労さん。よ、ご苦労さん。後ろからズバシュッとできるわけじゃないのか。ああ、そういうことね。ナオヤンの加工めっちゃ強いだ。まあハロウィンのやつだからね。そのその ご苦労さん。外の門番兄弟に聞いたが、さっきの新入りは欲望の町から連れてこられたらしい。大方大賢者の情報を探ろうなど無駄なことを考えたんだろうよ。わっは。なるほど。よ、ご苦労さん。えい、早く大魔王様を倒す力を持つ者の存在を確かめんか。すべてを根絶やしにして、この世界に夢の世界も下界も飲み込んで、すべてを大魔王様の世界にするのだ。すげえ野望だな。そんなに急かしても見つかりませんぞ。どうやらその者たちには聖なる力が働いていて、私の千里眼を使っても見えませぬ。ところで絶望の街と欲望の街の様子もあまり変わりませんし。なるほどね、千里眼が効かなくなってきてんだね。希望に満ち溢れてくると。不思議な木の実、ミレイユさんに使おうか。あの力をに入れられてるスターアンナのことを聞いたか。面白い話だぞ。いよいよ明日からあのシスターをアクバー様のそばに置いて、俺たち魔族の魂を植え付けるらしいのだ。やばい、洗脳していくの。そしていずれはアクバー様の妻に。あのシスターの聖なる心が暗闇に包まれるのかと思うとゾクゾクするような。ケケケ、めっちゃ性格悪いなこいつら。しかも妻にするんかい。いかにもな人いたらいい。めちゃめちゃ、やうん、ナオヤンはね、ナオヤンって感じだよね。本当にお前あんまり見かけない顔だな。新入りなら一つ教えてやろう。いいか、アクバー様には逆らうな。大魔王様の右腕とも言われるお方だ。気に入らない部下を始末するなど何でもないこと。この前もアクバー様を怒らせた兵士が奴隷たちの前でギロチンにかけられたばかり。わー、怖。あれ、アクバー様でいいのかな。アクバー様だよねきっと。ちょっと後回りとか、あ、上かな。上がアクバー様か。上がアクバー様かもしれない。じゃああいつは違うのか。で、はっはっは。お金ゲッチュ4800、大きいね。お、小さなメダルもゲッチュ。なんだこれ、破滅の盾。破滅の盾って確かあかんやつだよね。これを装備していると特殊な効果がありそうだ。多分呪われてるよねこれ。多分呪われてると危険な匂いがする。ああかんかん。お、モフちゃんにも。ユートリ服かロリはあえて
なんで、いや、送っていただいてもいいんですけど。ひっひっひ。この刃の光たまりませんな。ギロチンの刃にも磨きをかけておかなくては。ピエンだわ。ユトリンがいじめてくるんだけど。じゃあいいもん、私も送らないもん。スノーで加工した写真送らないもん、私も。こんなところで何をしている？ここはアクバー様のお部屋だ。お前のようなものがうろうろするところではないぞ。なんだと、アクバー様に会いたいと。わはは、寝ぼけたことを言うやつよ。兵士長にでもなったつもりか。全くバカな兵士たちの監督は疲れてたまらん。好きなブドウ酒を飲みたくてもここにはろくなものがないし。5本。さあ、行った行った。ブドウ酒があればいいの？いや、宝づくで通っちゃえばいいんじゃないの、この。ん？アイコンのフルサイズってどういうこと？ん？ニヘナさん。アリカちゃんの誕生日パーティー面白かったね。なんか面白そうな YouTube 始まってるやん。エイコーちゃんの新しいやつ。あー、うまいブドウ酒が飲みたいな、俺は思うんだよ。あ、そういうことね。ユトリーと写真交換中なのね。え、そのアイコンってフちゃんなの？あ、パーティークラッカーありがとうございます。ユトリーにも服が着ますように。俺は思うんだよ、囚人たちは一番いいのを自分たち用に隠しているんじゃないかって。けど俺たち兵士がいくら殴る蹴るしても絶対に口を割らないし、全く頑固な連中だぜ。なるほど。ここでドローンしたらまずいのかな。いいよね、もうやっちゃえばいいよね。やっちゃえばいいと思うよ。脱がない方が良そう。え？ってことはダメなのか。え？だからナミアンが正解言うと教えようかって言ってたのかな。ちょっとめんどくさいやね。なるほどね。ブドウ酒がいるの？そういうことか。じゃあ一回戻って、ブドウ酒くれ誰か。この町にはもうブドウ酒なかったから、こいつが怪しいな。やっぱダメなのか。シスターアンナしかいないのか。確かに知られてますね、確かに。しかもスノーで加工されてない普通のあれを知ってるんだよね。ピエンダはオリチに流出させられたから、私の姿。もう流出ものですよ、あんな。なんだい、酒なんて出してないよ。それどころか食べるものだってほとんどないんだ。え、ああ、か、ありがとうございます。優しい感じだったわ。ありがたいです。そう褒めていただけると。あんたたちは上で美味しいものを食べて、私らに作らせたブドウ酒をたらふく飲んでたんだろ。せめて私が飲み屋の真似事をして皆にくつろいでもらったっていいじゃないのさ。なるほどね。真似事なのね。そっか、兵士だとまた喋ることが違うのか。
引っ張っかんでください。言うことは何でも聞きます。あ、そうなんだね。それリアルゴフちゃんだったのか。なるほど。なんかすごく綺麗に写ってたからさ。いや、すごく綺麗な写真で写ってたからさ。ヤンモフ？ヤンキーモフモフなの？ヤンキーモフなの？ヤングモフモフ？ヤンキーモフモフ？え、それリアルユートリーなの？本当？いや、そんなわけないやろ。ヤンチーモフコ、マジでヤンチーなの。モフちゃんヤンチーなの。ぶどう酒運んでる。え、そうなの？なんかみんなすげえな。あ、中学は、あ、そういうことね。私も学生時代の写真がね、ないことはないけど実家だな。携帯には入ってないわ、さすがに。多分携帯に入ってる一番。なるほど。なるほど。ヤンモフだったの。だからヤンモフだったのか。なるほどね。こう。あ、いいんじゃない？別にね。ヤンキー社はいかまきじゃないからね。人を傷つけなきゃ。何それ？気になる。プリクラか。プリクラ、あ、でもプリクラの写真はあるか。お財布にいっぱい入ってんだよな、昔の写真。そういえば。中二の俺気になる。でもプリクラもあれだよね。バリバリ加工されてるもんね、あれね。まあ、最近のプリクラもっとやばいけどさ、あれもう人間じゃない顔してる。あれはあれか、加工の仕方によるのかな。なんか昔のプリクラよりさ、目がでかくてびっくりしたん。衝撃やった。あ、モフちゃんおかえり。おかえり、おかえりモフ。ここで脱いでもやっぱまずいよね。ああ、やっぱりそうか。どこだ、ぶどう酒はどこにある。意外。マジで。ないのか。誰か棒酒持ってねえか。そんなに広い城じゃないからな。ヘッソルディさん持ってないかな。あれ、あれ、ループしてんな、これ。ぶどう酒どこやねん。そんなに広い城じゃないのにな。わからんな。おっと。になる。後で見よう。あ、ありがとうございます。後で見てみよう。
あ、ここはただの宝箱か。なんだ、 e スポーツのテレビやってる。これは YouTube なのか。手に入らないのかな。唐揚げ食べたくなった。あの塔の上のやつ、なんか武道士のこと言ってたような気がするな。もう一回話聞いてみよう。あ、ホットモットの唐揚げも美味しいよね、あれね。あ、うまい武道士が飲みたいな。囚人たちは一番いいのを自分たち用に隠しているんじゃないか。なるほど、牢屋を調べろってことか。そういうことか。ああ、でもね、あれね、酒場の真似事してるだけで酒なかったの。さっき見たから。あ、囚人の人教えてくれればいいのに、武道士のありか。酒場？酒場はなかったよ。いや、さあ、でも酒場の人が隠してる説あるのか。ちょっと調べていこうか。こっちでなかったらもう酒場しかないね。ないな。あと酒場しかない。待てよ。あ、これ違うのか。通路かと思った。どうか隠してる説か。確かにね、あの後ろから行けそうなんだよね。でもあのおっさんが邪魔してて後ろ回れないんだよね、この道具屋さん。あ、了解です。行ってらっしゃい。一滴も残ってない。もう運んだっていうのがな、気になるんだよな。運んだ唐揚げ買うのね。行ってらっしゃい。ここ確かに怪しいんだよな。うわ、これわかんねえな。これはわからんな。そうしてみますか。
また話が変わってるかもしれないね。あ、シスター、あ、なるほど、この話を回収しなきゃいけないのか。シスターナ、明日にはアクバーのトロへ。なんてことを、どこまで心を歪んだやつだろう。それにしてもあんたよくそんな情報、もしやアクバーを倒すつもりか。もちろん。いや、聞かなくてもあんたの目がそう言ってるよ。あんたがその気なら道具屋の主人に話してごらん。ただし兵士の服は脱いだままでね。あたしらだけの秘密の話だからさ。あ、なるほど、聞いてみよう。あ、やっと進んだ。なるほどね、お城の話回収してからじゃないといけないのか。なるほど。悪いけど食べ物も何も置いてませんよ。いくら作ってもみんな兵士たちに取り上げられてしまうんですから。え、悪魔を倒したい？しー、困りますよ、そんなところで。そういう話なら裏に回ってくれなくちゃ。酒間の裏にいるゴンに話を、声をかけてみてください。ゴン、ゴンいるの？こいつゴンだったのか。え、ゴンなら俺だ。に何か用意。え、明日にはシーターが何個った。で、あんたらが悪魔を倒すってのかい。そいつは無茶だよね。ちくしょう、悪魔のやつ、とにかく教えてくれてありがとうよ。お礼にいいものを飲ませてやるよ。この奥の親父に声をかけてみな。あ、どうもどうも。この奥の親父って道具屋の主人で、ぶどう酒が詰まってる。ほ、悪魔を倒したいなんて無茶もいいとこですよ。あいつがどれほど強いか、あなたたちは来たばかりでよく分かっていないでしょう。とは言っても、シスターアンナを放ってはおけないし。おっと、飲み物でしたね。とっておきのブドウジュースがあるんですよ。いや、ブドウ酒の方が欲しいんですけど。兵士たちに気づかれないよう、ブドウ酒にしないで隠しておいたんです。なるほど。どうです、いけるでしょう。でも右の樽は飲まないでくださいね。ちょっと訳ありの特別製のブドウ酒ですから。え？あ、で、これを兵士として回収してきゃいいのか。ささ。あれ、今日の分のブドウ酒は、あれ、あれ、持ってけない。あ。ただいまより囚人の死刑を取り行う。マジで？なんだって？あ、あのシスターのことを気にかけてたおっさんが、に、兄さん。あ、兄さんだ。おお、弟よ。兄さんはもう終わりだ。お前は長生きしろよ。ほら、とっとと歩くんか。ひでえな。これはまずいことになった。飛んだことになっちまった。とにかく行こう。あー、やべえ、やべえ、これはやばい。ではこれよりお待ちかねの処刑を行う。お前たちも我々に逆らうとこの男のような目に遭うぞ。分かったな。よし、ロープを切れ。ま、待ってくれ。おや、誰かな。我々に文句があるのかな。助けたいよね。ダメだ。奴らにまともに歯向かっても叶いこねえ。どうすれば。ああ、誰かどうにかできないのかい。ああ、じゃあ私が。あんたがダメだよ。命を粗末にするもんじゃねえ。たとえここにいる兵士を倒したとしても、すぐに兵士長がやってて。ダメだ。やっぱり叶いこねえ。兵士長、ソルディのことか。ソルディ強いもんな。ダメだ。やっぱり叶いこねえ。おい、そこ、先ほどから何をごちゃごちゃ言っておるのだ。ふっふっふ、そんなにこの男を助けたいなら助けてやってもよいぞ。ただし貴様が身代わりになればな。よし、コテンパンにしてやりましょう。おりゃおりゃ。うわお、なかなか強いじゃん。砂煙が効いたな、これ。
マヒャドゲリ。厄介だな砂煙。本当だよね、勇者様に逆らおうなどと思い知らせてやりましょう。よし、厄介だなこの砂煙。手数で勝負した方がいいのか。じゃあ私も、与えられない。よし、貴様、え、次来るの？待て、ソルディかな。これは一体何の騒ぎだ。は、処刑を行おうとしたところこの者らが。ほほう、それはなかなか勇気があるな。しかしその勇気が命取りなのだ。やるぞドグマ。へい、うひょ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 。まあ、歯応えのありそうなやつが出てきた。ドグマ、ゾゾゲル。これはどう考えてもドグマから倒すべきだね、これね。で、まず、こいつはね、気合い入れていこう。まずはバイキルトしよう。で、サミダレギリの。ボコボコにしてやりましょう。回復？回復は、うん、大丈夫。まだ大丈夫なはず。何でいこう？そうだ、雷鳴の剣を使おう。おお、強いな。硬えな。そして硬えな。こっちも固くしていこう。なかなか硬いぞこいつら。グランドクルス使えねえんだそういえば。とっておきの、うわやめて、うわわわわわわわ、ザオザラキーマ。こいつ強いんだけど。兵士長確かに強い。いかんな、 MP がないんだよな、 MP がないんだよな。回復したいんだけどね、 MP がない、 MP が足りない。困ったなこれ。 MP 回復って何使うん？え、 MP 回復何使うん？このベホイミとかベホマとかなんだけど、もうほとんど戦う前から MP がなかったからきついな。さあどうやっていこうか。あ、モクちゃんお帰り。うわ、ベホマラーしてきたし。普通に MP 回復してばいけるんだけどな。こいつは厄介だな。うわ、麻痺？
たわいもないやつやろ。マジでか。そんな、すぐには処刑しないぜ。いつ処刑になるのか怯えながら過ごすんだな。それとこいつら、こんな鍵と兵士の服まで持っていました。え？え、巻きイベントだったのか、あれ。うん、これは牢獄の鍵。一体これをどこで？まあ、鍵と服は預かっておく。こいつらをしっかり張っておけよ。マジで？巻きイベントだったのか？ああ、疲れた。おい、戻って、酒でも飲もうぜ。この騒ぎでまた兵士長殿に怒られますよ。やってられませんよ。全くだぜ。うまいぶどう酒でも持って行ってご機嫌を取らなくちゃな。負け夢だったんかーい。あんなに頑張ったのに。よかった、世界中の歯とか使わなくて。こういう感じ。鍵と服を取り上げられ、再び牢に入れられた。兵士たちの戦いで疲れた福太郎たちは深い眠りにつき、やがて夜が明けた。深い眠りって何？ん？ぐっすり寝たってこと。ぐがぐが。おい、起きろ。ぐがぐが。まったくどうなってんだ。みんな居眠りしちまって、兵士長殿まで。よし、急げ、こっちだ。お、なんだ貴様らは。はっ、もしや昨夜の葡萄酒に貴様らが何か仕掛けを。はっはっは、残念ながらあんたは飲まなかったようだな。仕方ない、やるか。仕方ないですね、やりましょう。な、何をごちゃごちゃ言っておる。貴様らなどこの場で地獄に送ってやるわ。ぐ、何のこれしき。そりゃやっちゃえやっちゃえ。こんなことをしてただで済むと思っているのか、ぐふ。よし、牢の鍵を手に入れたぜ。よし、無事だったようだな。助けに来たぜ。まあしょうがない。どうやらシスターアンナはもうアクバーのところへ連れて行かれちまったらしい。おまけに聞くところによると、いよいよアシスターにも魔物の魂を植え付けられるとか。しかし俺たちの中にはアクバーを倒すほどの力を持つ者はいない。だいぶ前から反乱の計画はあったんだが、そのことで棚上げされていたのだけどよ。昨日のあんたたちの行動を見てみんな勇気づけられたんだよ。ダメでもともと、とにかくやってやろうじゃないかってな。そんなわけでとりあえず邪魔な兵士どもには眠ってもらったけど、これからが本番だ。それじゃあ上で待ってるぜ。なるほど、じゃあ上に行こう。そういうことだったんだね。飲まないようにって。そういうことだったね。ちなみにソルディさんはあれなのかな？助っ人してくれないのかな？ソルディさん絶対強いでしょ。いなーい。ソルディさんいなーい。ね。どっかで助けてくれるはず、ソルジーさんほどの人だったら。あわわわわ、この町に反乱軍がいたなんてとんでもないことになりましたね。あんた何も知らなかったんかい。こんなことをしてもしアクバーさんに勝てなかったら、私たちはひぃ、たとえこの戦いに敗れても私たちは決して忘れないわ。大魔王への怒りを、仲間たちの心を。めっちゃいい人やん。反乱軍が勝てば私たち自由になれるのよね。そしたらこの井戸に飛び込むのはやめるわ。でももし負けたら。大丈夫ですよ、勝ちますよ。よく来てくれた。オラが反乱軍のリーダートンヌラだ。へえ、実はもっと早く反乱を起こそうと思っていただが、オラたちの中アクバーを倒せそうな者がおらんので計画が棚上げになっていただ。けんどあんた方にはその力がある。それにアンナの身も危ねえしだし、とりあえずほとんどの兵士はオラの睡眠薬入りの葡萄酒で眠らせてやる。残りの兵士たちはオラたちでやっつけるから、あなた方はアクバーからシスターアンナを助け出してくれ。準備はいいだが、いいでしょう。よし、んだばこの鍵を力の出る種と牢の鍵を持って行ってくんろ。
すげえ、めっちゃ力反対くれるやん。それだば、みんないざ行くだよ。よし頑張りましょう。さっきの払いせしてやろうぜ。その前に力の種を使っていこう。ぶちかませぶちかませ、よいしょ。もちろん手裏剣に使っていこう。すげえなその顔文字。勝ち込みゆーい。勝ち込みゆーい。おうおう、オソルジーさん戦ってるし。私はアクバー様に命令されて緊急をしていただけです。どうかお助けを。うん、俺に構わずアクバーのところに頼む。おヌークー。おお、その人たちか。私も後から駆けつけるか。先にアクバーのところへ。おりゃー、さすがソルディさん。ヘッショーは、ヘッショーじゃないかあれ。さすが手強い。おりゃー。ほんとね、貴様らに私が倒せると思っているのか。オラオラおう、ふりゃあ、何のこの、よし、行きましょう。みんな頑張ってくれてますね。あ、さあ、ここは我々に任せ、早く悪魔を。こいつも眠っているようですが、呪文を使うかもしれないから安心できませんよ。ズズズズズ、ドグマ寝てる。杖取ったればいいんじゃないの。よし、こいつが起きないよ。俺たちに見張っていいよ。早く下あんな。あんたたちの字を祈ってるぜ。ゾゾゲル兵士長殿、そんなにお飲みになってはむにゃむにゃ。かわいいね。あ、ナオヤンお帰りなさい。ね、お帰り。グーグー。おお、これは良いブドウ酒だ。この甘い香りとコク。むにゃむにゃ、どれ、もう一杯。あ、起きちゃった。ん、お前たちはクソ測り終わったな。やばい、話しかけちゃいかんかった。まあいいや、やっつけてやりましょう。さっきのようにはいかんぞ。さあ、何でいこう。とりあえずスクルトしようかな。そうだ、先にしますよね。先にやっておこう。後から来てもやだし、なんか重要なアイテム落とすかもしれんし。行きましょう。はやぶさぎり。私はこいつ真空波効かないんだよな。爆裂するか。あ、全然効かねえ。どんだけ唐揚げ食べたいんだもんや。そういえばあのゆとりんがね、ホットモットに唐揚げ弁当買いに行ったよ。唐揚げ食べるって。そうなるよね。どんだけみんな飯テロされてるんですか。モフちゃんも行く。ミレイユさんどうしようかな。あ、いいんじゃない。コンビニの唐揚げもうまいよね。そんなにサクサク音入ってたの。そんなに入ってたの。結構ね、携帯遠ざけたんだけどね、がっつり入ってたの。そうなんだ。それは申し訳ない。あんまり入らんようにしてたんだけど、あの
あんまり咀嚼音って聞かせない方がいいかなと思って、うん、遠ざけてたんだけどね、がっつり聞こえてるね。いや美味しかったです。ゾゾゲル一体ならなんとかなる。ミリユさん何しよう、やれることがないぞ。あーなるほどね。そのドラゴンボール、ドラゴンボールじゃない、ドラゴンローブのおかげなのか影響受けないな、火炎切り。ね、ドラゴンローブめっちゃ強い。しかしこいつ硬いね。なかなかやられないね。うん、気づかんわあれきっと。めっちゃ硬いんだけど。倒せそうだけど買って。おうおう、ゆうぎさんお帰りなさい。ベホイにしとこうか。あ、よし倒した。硬かったな。あ、特に何も入らないのか。まあいいや。なんかアイテム入るかなと思ったんだけどな。残念。こっちは何もないよね。何な。あんな、え、何こいつ。なんだお前は。これから大切な儀式始まるところだというのに邪魔な奴らよ。アクバー様、今こいつらを片付けてしまいますから。ふふふふふ、面白い。実に愉快であるぞ。私が探し求めていたものが自らやってくるとはな。すると小者どもがネスタムーア様の存在を脅かすものと。しかし恐るるに足らん、そんなくだらぬ予言など今ここで砕け散らせてみせるわ。わお。ガーディアン、アクバー、ガーディアン、やっていきましょう。キモが、アクバー思ったより気持ち悪かった。もっと人間っぽいのかと思ってたよ。めっちゃ普通にケダモノやん。ケダモノめ、退治してくれよ。これどういく、サミダレ、サミダレ切りでいこっか。いや、まずは鉄板のスクルト、スクルトからいこう。こいつ火とか吹きそうだな。フバーハもした方がいいのかな。うわ、本当に入ってきたん。おお、ドラゴンローブいいな。え、2回行動なのか。うわ、やべえなこれ。結構やべえな。ベホマラーないときつくないこれ。一旦ベホイミをミレイユさんにかけといて、ミレイユさんはフバーハにしとこうか。あれ、フバー、あ、フバーハがない。あ、しくった。フバーハはバーバラしか持ってないんだ。あ、しくったな。そうか。いえ、まあまあ、なんとかなるでしょう。なんとかなる、なんとかなる。グランドクルスどうなの ?MP 消費激しいんだよな。ということは、テリーは攻撃に回ろう。
ミリユさん、自分の身は自分で回復してもらおう。ぬお、うおう。あ、モフちゃんお帰り。だね。気配がしたら落ちた。大丈夫よ、なんとかなる。まあもしもの時はみんなある程度回復呪文使えるから大丈夫大丈夫。よし、ザオリク。ほう、ザオリクだと。それちょっと、あー、どういこうか。これちょっと、あ、そうなの。ジャミラス生まれるの。アクバ生むためにジャミラスじゃないんだね。逆なんだね。それは予想外の。お、モフちゃんお帰り。重すぎた。マジで？わ、ルカナンやめてよ。へえ、ドラクエモンスターズあんまり詳しくないからさ。そうなんだ。どういく？なんだこれは。どういこうかな。テリーも攻撃しとこっか。うん、これは厄介。全部持ってかれちゃう。うわ、マホトラーだと。あ、これベホマラーないと結構つらい。ナイス。うん、あ、よかった、倒した。これでなんとか。さあ、このターンは、このターンはガンガンいけばいいね。ハッサンはね、もうちょっと。で、テリーさんどうしようかな。テリーさん、一応回復に回っとこっか、ここで。ミレイユさんを回復。ミレイユさんはハッサンを回復。ルカナンやめろ。もう一押しできるな。ここは押そう。押していくけど、押していくけどスクルトも使おう。出たな、ザオリク。ガーディアンめっちゃ厄介だね。ベホマースライムの召喚は本当にやばい。お、真空波効くね。一回押し切ってしまえばザオリクも追いつかないはず。稲妻斬り強い。魔法戦士いいね。稲妻斬り強いぞ。いいね。押せ押せ。
で、棚沢織くん。いや、聞かないんじゃないかな、まあ、さすがに。さすがに聞かないと思うから、試す余裕ないし、聞かない。だよね、ダメだと思うな。サミダレー、サミダレー。いや、ちょっとミリユさん回復に回っとこっか。おう。まあ封じ込められるならそれに越したことはないんだけどね。よっぽど効かんだろうしね。これで押し切れるはず。これはもうこっちの優勢だ。だいぶレホマスライムをザオリックするとかあんの？嘘だろ。そんなバカなやめろよ。それはちょっとやめて。ゆとりお帰り。あぶね、あぶねあぶね。爆裂剣綺麗に入ってよかった。ゆとりんお帰り。どういこう、回復した方がいいか。あ、まだホットモット、あ、待ち時間ね、今ね。了解です。まあ、暇だわね。硬いな、それにしても。あ、倒した。え、でもホットモットって Wi-Fi つながるよ。私の近所のホットモットだけかもしれんけど、Wi-Fi あるぞ。フリー Wi-Fi。めっちゃ経験値入った。あ、出たんかーい。出たんだ。よし、倒した。いやー、なかなか。強かったね。あ、なるほどね。激しい炎を覚えた。え、ちょっとお父さん今ちょっと待って。ね、金のタクシードを手に入れた。バカな、あの予言は本当なのか。だとすればあの二人は合わせてやらぬ。断じてあの二人をグフ。あの二人って誰？え、ちょっと待て。これは。こうだね。はい。おろすの。うん。ちょっと待って、お父さん切りついたらさ、うん、そう、そう、指気をつけてね。指すらんのね。上の方を持って。こうやってガリガリ。うん、あ、そう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 、あ、できてる、できる、あ、できるじゃん。やっただな、おめえさんたち。オラたちと戦ってた兵士が突然目の前から消えたんで、もしやと思っただが、やっぱりだ。アクバが倒されて他の魔物たちもいなくなっただよ。それよりいいだ、シスターアンナ。お、そうだば、アンナさんを早くベッドに。頼んだがや。重たい。頑張れ。はあはあ、遅くなって申し訳ない。アクバーとの戦いに参加できなかったことはこのソルディ。まあまあ、ソルディ殿、あんたはよくやってくれただよ。とにかくオラたちはもう自由だよ。何の文句もねえだ。さあ行くだ、皆も待ってるだよ。さあ我々も行こう。アクバーが倒れた今、おそらく大賢者殿を封印している扉も開かれたはず。お、ということで行きましょう。
いや、いいですよ、いいですよ、いってらっしゃい。吸ってるみたい。マッキーノのタキシード。防御力あれだったな。早く下へ行ってうまいもんでも食べるといいだよ。なんたって福太郎さんたちがクレーターの主役だからな。ほらもうちょっとここでその母ちゃんと話があるで。5本。お？夫のトンヌラのことが心配で駆けつけてきたんです。無事で本当に良かった。あなた方のおかげです。ありがとうございます。いや良かったね。あなた方のおかげだよ。どうもありがとう。その調子大魔王もやっつけておくれよ。任されよ。あわわわ、私はただ許してあげよう。俺にいいことを教えましょう。この町の北西にある暗黒の岬から大魔王の城に行けるはずだし、それから大魔王は必ずまやかしの術を使います。決して惑わされませんよ。へえ。ねえ、それより俺との超小さいぶりにあるじゃない。大根おろし久しぶりだね。うん。たまにこういうやり方もあるけど。うんだね。おひなさんおろせてるじゃん。あれ、もっとおろそう。よ、主役の豆腐だな。遠慮してたっぷり食ってるよ。遠慮していると俺が全部食っちまうなんてな。なるほど。ソルディ殿は慌ててチカロウの方へ行きましたよ。あんたたちもしかして大魔王もやる気なんだろ。その腕なら夢じゃないもんね。兵士のやつら食べ物をごっそり隠してたんだぜ。今夜はごちそうだ。へへへ。聞きましたよ、この地下に深くにすごい賢者様が閉じ込められていたんですってね。えらい賢者様だなんて参っちまうよな。なんか俺話が合いそうにないよ。とほほ。お、上手にできてんじゃん、ひなさん、うん、どれぐらい必要なの。全部全部吸っちゃっていいよ。反乱の時何もお手伝いできなかったのに今さら港的なんて飲めませんよ。なんか寂しいな。とほほ。まあしょうがない、それは。ね、みんな歓迎してくれると思うけどな。そりゃあね、命がけで戦えなんてみんながみんなできるわけじゃないからね。おお福太郎、待っていたぞ。さあ早くその扉を開けてくれ。チョロモ、チョロモ、チョロモいい名前だな。チョロモ。これはひどい。早くその鍵で鎖を。どうぞ。反対の手でもやっていいよ。おお、これは生きているうちに再び人と話すことがあろうとは。ごほごほ。え、鍵使うの？大賢者マサール殿。ごほごほ、その名を聞いたのは何年ぶりであろうか。もう長いことここに閉じ込められ目も見えなくなってしまったが、どうやら耳は聞こえる。目見えなくなったのもかわいそう。今私に呼びかけたものよ。私は大賢者マサールではない。そうなの。彼のマサールのただ一人の弟クリムトじゃ。クリムト。なるほど、クリムト。へえ。なんと大賢者マサールは大魔王の近くの城の近くに捕らえられておる。ふむ、そなたたちからは不思議な力を感じる。おそらくそなたたちこそ大魔王の恐れていたもの。やはり現れたか。私の兄大賢者マサールもそなたたちがやってくるのを待っていた。私には兄ほどの力はないが、そなたたちの行く道を開くことはできる。ムン。これをそなたたちに授けよう。小さな光の玉を受け取った。それは真実のオーブ。シャリブリにやるのに超上手になってる。ね、上手になったね、ひなさんね、うん、
この町より北西にある暗黒の岬から無の海にかざせばこの世界の真の姿が見えるだろう。へえ、すげくね、それ。そなたたちなら必ず。グハ、クリムト殿、どうやら眠ってしまったようだ。無理もない、あのような力を振り絞られたのだから。それにしてもお主たちはただ者ではないと思っていたが、やはり思えば福太郎らと初めて会ったのは城の志願兵に応募してた時だった。あの頃から不思議な感じがしておったのだ。何やら懐かしいような、それ以前にもどこかで知り合いだったような。そうだね。まあよい、積もる話は後にしよう。皆が上で待っているからな。マサールじゃなかった、クリムト大賢者もいずれ目を覚ますだろう。さあ行くぞ。よいしょ。いやー、ついにいよいよ魔王との決戦間近だね。本当にその夜、自らの手で勝ち取った自由に皆は酔いしれた。あるいは歌い、あるいは踊り、やがて疲れて人々は安らかな眠りについた。しかしその夜明け、しかしその夜明け、何何、遊ばせておけばいい気になりよって。所詮人間だと虫けら、わしの力を面白がり。あうそん、うそーん、うわー、なんてこった。うそひどい。せっかく勝ち取ったのに。ワンワンワン、クリムト殿はどうなったん？こっちにはいないか、クリムトさん。あ、いた、シールド貼ってる、さすが福太郎か。町の人たちは無事か。私はとっさに光の結界を張って難を逃れたが、それしかできなかった。時間かかる。私、福太郎よ、今の私にはどうすることもできない。そなたたちに希望を託す。真実の帯で無の海の向こうに。そうですね、行かねばなりませんね、これ。いやー、ひどいなー、ひどいことしよるね、ほんと。魔王やっつけてやらねば、こんなひどいことしやがってね。え、ほんとにせっかくお祝いムードだったのに、なんてことしてくれるの。にゃんにゃん、あー、石になったり猫になったり。あ、アンナさんも石になってるし。ああ。ボンバンさんもやられちゃったしね。いや、大魔王の力すげえなとは思うけど。あと眠らせたままのここの魔導士はどうなったんだろうね。逃げたのかね。いやー、とりあえずルーラしようか。
そうだよ、許すわけにはいけませんよこんな。やっつけてやりましょうユウ。ということでセーブしてね、今日は終わりましょうかね。結構長くやってたからね。いえいえいえ、いやー大変だな。でももうちょっとだね、もうちょっとで大魔王と戦うとこまでいけるのかな、この感じだと。ちょっとそうなるとちょっと職業も変えた方がいいのかなと悩みつつ、今あのテリー以外がね下級職になっちゃってるんで、福太郎もハッサンもミレイユも下級職になっちゃって能力下がってる状態なんで、それをどうしようかちょっと考えていきたいですね。とりあえずお疲れ様でした。もしこの動画が面白かった方、続きが見たい方、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。勇者までレベル上げはしないかな、多分そこまではしないと思う。よっぽどね積んじゃったらやるけど、基本レアゲはね僕しない主義なので、簡単になっちゃうと面白くないから。まあそういうレアゲしてる間絵が地味になっちゃうしね。お疲れ様でした。結局今回も主人公は勇者にならずに行くことになりそうな気がする。お疲れ様でした。それでは皆様バイバイ。